当に来週ぐらいにクランクイン予定なので、まだどんな作品になるか、全然わからない状態なんですけど、なんとか、監督と打ち合わせをした段階では、一般的に怖いと言われているお化けとか霊とか心霊現象っていう怖いって言われてるものより、人が人を憎む気持ちとか、人の悪意がいかに怖いかっていうのを、感じてもらえたら、いいんじゃないかなという話し合いをしているので、見る人にもそういう怖さが伝わればいいなと思っています。それで、あの現場メイキング班としてお伺いします。あ、よろしくお願いします。失礼します。カット。オッケー、みちる最高よ、はい、最高。鎌田先輩の壮絶な死に様打つしかなかったヒロイン、みちる、あんたバイオハザードのミラーを超えたわ。オーマイガー。はい、あんた、みちるもお休みで、あんたまた。みちるはやっぱそういうメイクすると気持ち変わりますか？変わりますね。あ、そうですか、うん、もう結構だもん俺。なんでですか？マジだぜ、正面見てるだけで怖いよ。でも、あの、やりやすくなります。ほんと、うん、かっこいいっす。だからミントのパッと言うと、笑いながら言える、ちょっと笑った風にこう、頬をちょっと歪めながら喋る。多分これ声はね、微妙にはめ替えるか声を変えると思うんだよ。最初から最後までずっとなんか含みがある。わかりました、うん、一度テストでやってみて。
なことを忘れている。はい、これ OK ね。はい、はい、216から順に行きましょうか。あ、順に行くね。はい、はい、まずは一回キャッチレットをアウトします。はい、ちょっと、ちょっといい。そうにもこの前のオーディまた打てますね。コメダすいません、一発しか打てない。4発ヨネヤマ先生恨みの4発はい、はい、
か、あの、さっきも作らないお前だよ、あ、そういうことですね、はい。ここはあります。はい。あくまでも最終的にならないし、あの、まあ、まあ人間で死んでいくわけでしょ、唯一で、まあ、一番まあ人間である鎌田が、まあ、悪魔以上の悪意を持って結局このまあドラマの中でこの行動を起こすわけですけど、そうですね、カマちゃんね、きっと神だ。なんかすごい、まあ、生きていくことに失望しつつ絶望しつつ、どっかにその生きていくパワーの推進力がそのなんかこう、ね、生きたよ、なんか動機づけてなんとか一生懸命その生の活力を作っているような人だったかなと思って、だからまあもう本当は生きてるんだけど、もう精神的なものは死んでるのかな感じで台本読んでそう思うんですけど、一番まあでも今回鎌田が一番なんか僕としてはなんかやり安いとは変ですけど、これが俺の役目だ、俺はここを生き延びる。難しかったですね、やっぱりある時はこう人間、ある時は悪魔ではないんだけど、なんかそういう悪意に満ちた男でも悪魔ではないから、そのさじ加減っていうのはなんか難しかったって感じですね。バーの瞬間だから、嫌がの前嫌がって今こうやってマネージャーの目が張ってわざと思ったからさ、瞬間だよ、もう話してから、もうこれでもう俺は今日役者入ってない、キスしてバーって流されてやってて、またバイでマネージャーさん、ここまでは大丈夫ですよ。今までやったことのない力でこう追い詰められたりとか、いつも追い詰める側の役が多かったんですけど、今回追い詰められることがすごく多くて、泣き顔だったりとか逃げ惑ったりとか走り回ったりとか、すごく勉強になりました。救われないの、先輩がブルドゥーチャイルドだったんだよね。銃の使われた時の銃の実験、今 ねやっぱ右に持ち込みますか、はい、何かとそうしましょう、はい、うん、右に持ち替えて、キスして離れてた、キスしたもんだ、チカチカしたら変えて、はい、真っ直ぐ俺見てるけど、はい、ちょっと取り、これはまあそんなに重要じゃない、タイトルは悪魔狩りって言ってすごくちょっと怖いイメージがあったりすると思うんですけど、こう作品の内容としてはやっぱりこう、まあ、人が人を憎むというか、人の悪意っていうものがきっかけとなっていろいろこう物語が進んでいったりはするんですけど、すごく人の愛情とかこうい
ろいろ感じるものがある作品に仕上がると思うので。次本番、発砲中。参りました。とても寒そうな赤ずきんちゃんここにいます。全然こっちを見てくれません。みちるちゃん、いやそうですよね。お願いします。テスト一緒に乗らない。監督、本日誕生日らしいです。40歳だそうです。スプレッツラのみちるちゃん。エルコ待ってんだ。一生懸命やってもらいましたけど、これが本番になります。